バーの上で鍋焼き披露みたいなある。ああ、はいはいはい、はい、あるっすね。あの温めながら食べるのが一番。あ、コトコトやりながら。確かに。冷めないからさ。え、その何、コンビーフを投入するのそれ？しないしない、これはかじるんですよ。え、どういうこと？これかじるんですよ。コンビーフはかじるの？ついにあれですからね、あの缶からこのパッケージが変わりました、ね、コンビーフ。野崎のコンビーフ。うわ、雪降ってきた、また。開かないんですけど、キャップが。はい、これですね。それ特賞やん。特賞。これ知ってますか？23とか24とかじゃないの？23とか24とかじゃないんですよ。はい。見えます？デジタルって書いてある。デジタル。デジタルですよ。え、それなんて型番のやつだっけ？JJP、35D、JJP の 35D っていう、あれですね、ちょっと最近デジコミがあるからややこしいけど、既存の特定省電力トランシーバーの、周波数を使ったアルインコ独自のデジタルモードのトランシーバーだよね。そうそう。で、アナログもこれ使いますんでね。ああ、アナログ兼用、はい、普通の更新もできるということですね。デジアナ機なんで、はい、これ。なるほど。今日は、UHF CBOIR ミーティングで、デジタル特徴のトライアル運用をやってみたいと思います。何これ、今後毎回やんの？トライアルなんで毎回かわかんない。お前全部のキー局運用について全部やればいいじゃん。それが確証できないからトライアルっていうのを何それ、保険、はい、保険かけてんの？保険。まあ、はい、基本その UB ってそのやってる人の少ない特徴を盛り上げようっていう趣旨だからいいんじゃないですか。いいで、さらにやってる人の少ないデジタル。ただですね、これもうすでに生産は終わってまして。あ、そうなの？流通在庫だけなので、もし始めようって方は早めに。エコーケーキは出てない？出てないです。なるほど、はい。まあ、じゃあとりあえず声出してみますか、はいはい。でもこれね、見通しでもかなり厳しい距離があると。あ、そうなの？FM と違ってデジタルだと結構やっぱ途切れやすい感じがあるってこと？めちゃくちゃ途切れやすいです。あ、そうなんだ、うん。なのでたとえ見通しといえども、うん、距離が30キロ40キロ50キロとかあると結構途切れる経験があります。なので難易度高いかも。なるほど。こちらは第50回 UHF CB オンエアミーティング、アルインコデジタル特賞の、基局運用、こちら兵庫 TF246 兵庫丹後フォックストート246です。養老町は小倉山より運用しております。アルインコデジタル特賞のトライアル基局運用です。それではチェックイン受付いたします。受信します。いませんね。ザーとかも言わないんでしょ？ザーとかも言わないですよ。 2AC129 2AC129 局、こちら兵庫 TF246 兵庫 TF246 2AC129 局、こちら兵庫 TF246 養老町小倉山からです。うん、ちょっとアナログで更新してみないの？アナログにしてよ。三重市129、三重市129局取れますか？兵庫 TF246 です。はいはい、弱いですね。なかなか厳しいですね。はい、アナログで5番ぐらいですね。どうぞ。はい、アナログで5番了解です。はい、こちら途切れなしで入ってます。途切れなしで入ってます。どうぞ。はいはい、この辺りですね。この辺りで一番いいですね。アナログでは更新できるんだな。できますね。はい。この辺りが一番了解で、こちらもね、途切れなしでこの位置でいいので、はい、再度このままこの位置のままデジタルに切り替えてみます。はい、了解しました。お願いします。はい、三重市129、三重 AC129 局、こちら兵庫 TF246 です。デジタルモードに切り替えました。どうぞ。
入らないですね。厳しいんだな、やっぱデジタルの特徴。デジタル厳しい。はい、民営市129、民営市129局、兵庫 TF246 です。今、デジタルモードです。撮れますでしょうか、どうぞ。こちらは第50回 UHF-CB オンエアミーティングデジタル特賞トライアル、運用しております。チェック結果ございましたらコールください。こちら兵庫 TF246 第50回 UHF-CB オンエアミーティング、来月ですなこの動画をこの動画をあれして来月が待って、ぜひ来月、はい、後継機出さないのかな、デジタル特賞。どうなんでしょうね、これ。いやでもデジカンあるしさ、デジコミもあるしさ、うん、今さらお金かけてアルインコさんがそれを作るかっていう話だよね、うん、ないんじゃん、デジコミ、デジコミ買ってくださいじゃない確かに更新できなかったということで、はい、じゃあ次回もやるっていう呼びかけを次回も、はい、じゃあ、 次回第51回 UHF-CB オンエアミーティングもトライアル運用やりますので、ぜひデジタル特賞を持ってる方、もしくは買ってみようという方は買っていただいてチェックインお願いします。はい、お願いします。はい、バイバイ。モフスケ君の回でした。